小倉競馬11レースプロキオンステークス1700です本レースは3番ロードレガリスト13番ユニコーンライオンが過去1年間未出走ですこの2頭は予想対象外です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク5頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に 適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。 8枠16番、ラーゴムです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、混戦の一等で、連体資格は十分です。前場比較のグラフへ切り替えます。この馬のピンク色は、混戦の一等であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。 今回は 1700m となります。指数がピークとなっている一層前は、ピンク色の着順が一着で、紫の丸が1700、1700は適距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角進入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが2頭います。この一角進入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。 客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は55で11位です。上がり指数は62で4位です。先行力は全く評価できません。 好意につけられない高いリスクがあります展開面は、マイナス評価をした方がいいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています4枠7番、アルドーレです能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります金5層では、2層前に黄色線を上回っています能力的には、混戦の1等で、連体資格は十分です距離適性を見ていきます 指数がピークとなっている2層前は紫の丸が2100昨年の7月の紫の丸1700でまずまずの指数をマークしています1700は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっている2層前は6番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は84で5位です 上がり指数は63で2位です。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると、指数を上げています。明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と、指数の青線が、 反比例しています。明日も馬体が絞られていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。6枠12番原チルシファーです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金5層では2層前に黄色線を上回っています。能力的には混戦の1頭で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている2層前は紫の丸が1800、5走前は紫の丸が2100、昨年の9月の紫の丸1700で低指数となっています。1700は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は6番手からの競馬です。5層前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力、は82でで6位です。上がり指数は61でで5位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。上的性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地小倉での出走です。小倉では、他の開催場と比べて、 指数を落としています。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。4枠8番、エクレアスパークルです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1700。4走前は、紫の丸が1700。1700は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は8番手からの競馬です。4走前は3番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は96でで2位です。 上がり指数は59で7位ですまずまずの先行力で、前目につけられそうです展開面は、若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定罰を打っています3枠5番、名勝渦政です能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります金5層では、黄色線を上回ったことがありません能力的には、上位馬には一歩劣りますが 連帯四角は十分です。す。距離適性を見ていきます指数がピークとなっている2層前は紫の丸が1700昨年の7月は紫の丸が17001700は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている2層前は花を切っての競馬です昨年の7月は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は113でトップです上がり指数は51で14位です楽に逃げられる高い先行力を持っています展開面は、プラス評価していいです上的性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地小倉での出走です小倉では、他の開催場と比べて、高指数をマークしています上的性はプラス評価していいです 以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは、9番、桜アリュールです。能力偏差値は、6位の C ランクです。距離と、展開と、レース間隔と、対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは、5番、名勝渦政です。能力偏差値は、5位の C ランクです。 展開と、と、レース感覚と上性を高評価しましまた。馬券ですが丸を打った5番名称渦正と二重丸を打った9番桜アリュールを軸に相手は黒三角を打った16番ラーゴムと白三角を打った7番アルドーレとバツを打った8番エクレアスパークル3着はその他印から選んでください。